はい、じゃあそれではえこれからえー一斉テストの憲法のえ解説の方を進めていきます。えー、とちょうどです、ねえー、と民法からえ確認テストの方う、まあ、一斉確認テストと形でやってますけれども、えー、まあ民法から始めるとまあちょうど6科目目ということになります。広報系として、最後、憲法と行政法の2つを持って、ちょうどまあ7科目のまあ全体を1回確認テストという形でまあ集会したということになりますが、まあ、今回からはまあ憲法ということでまあ広報系になります。えー、特にに出題に関しては あの判例の正確な知識というところですかね、えーまあ、条文知識ももちろん、当時とかはありますけれども、まあ、やっぱり人権分野ということになると、まあ、担当パートについては判例の正確な知識、まあ、これはあの結論だけではなくて、理由付けとかも含めて、えーまあ、正確なところが分かっているかどうかということが、やっぱりあの特に担当試験では聞かれますから、えー、そこの部分で <laughs>、まあ、現段階、特に入門で一周したという段階で、まあ、十分回答ができるものをピックアップして、一、え、応、ー、50問、えー、という形で出しました。えー、特に、まあ、達成目標としてはですね えまあ一応、入門段階が終わったっていうぐらいであれば、約40問前後かな、えー、大体8割以上がえ回答できていればいいかなというところです。で特にその回答できているというのは、自信を持って回答できるというレベルね、とりあえず、丸か罰か、とりあえずやってみてあ、とりあえず当たりましたっていうのは、とりあえず正解というよりは、ちょっとなんか微妙なところとして考えて、まあ、自信を持って丸×の判定ができているものが8割ぐらいあれば、入門段階でのまあ達成になるかなと思います。であとは、まあ 予備試験、司法試験、ロースクール入試ということで、年のしの試験ですね、今年度の試験での合格目標ということになると、間違えていいものというのは、ほぼほぼなくなってくるかなというところで、ちょっと5問以上、なんか怪しい足が出てくると、ちょっと要注意という形なので、そこは逆に弱点というのかな、漏れていたところとして、しっかり復習すれば、ここは伸びしろになるという形で、プラスに捉えていただければいいかなと思います。特に まあ直前期になっている方はですね、えー、まあできるだけ間違えた問題を潰していくというのがそのまま、ね、プラスになっていくので、まあ、そこはまあなんか本当に気持ちを切り替えてやっていくということなのかと思います。では早速ですけれども、まず担当の方から、ねえー、見ていきましょう。じゃあ問題の方ですね、えー、ちょっと映しながら <laughs> 確認していきます。えー、どこが違うのかというところも端的に確認しましょう。えー、ちょっと一足一足が長いのが後、ね、方系の特徴なので、えー、ちょっとやっていきましょう。1番 地方公務員ですね。えー、のうち、えー、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなど、公権力の行使に当たる行為を行い、えー、もしくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれらに参画することを職務とするもの。まあ、これはです、ね、地方公務員の中の、まあ、いわゆる公権力行使にかかる、えー、あの公務員ですねで。そのような公務員については、日本国籍を有するものが、 就就任任すすするるこここことととがが想想定定ささされれれ外国人はていないななまあ、これはまにに正解りポイントは、ここの公権 <coughs>、まあ、力行使にかかるということですね、まあ、1行目から3行目になりますけれども、えー、この公権力行使にかかる、えー、この公務員に関しては、やっぱり国民主権の観点から外国人就任することは想定していませんで。ちなみにこれ、口頭になりますけれども、あの担当でよく聞かれるのは、あのこれ、特別永住者であっても異なるところはないっていうところまで押さえて、ね。 あの、これは一応外国人が就任することは想定されてないんだけれども、よく担当の足で出るのは、特別地方公務員のこの,この話、ね、については、特別永住者を除きとか、 特別永住者はこの限りでないみたいな引っ掛け出るけれども、これ、判例は明確に、あの特別永住者に当たるものであったとしても、外国人が就任することは全く想定していないと、まあ、いうことです。で、実際これ、判例で問題となった事案も、あの特別永住者にかかる事案だったんですよねで。特別永住者であったとしても、これは外国人が就任することは想定していないものですよというところまで言ってますので、一応これ、特別永住者もダメっていうね、他はちょっとまあメモ書きで書いておきますが。 一応、復習するときにはその部分を押さえておいてください。だめということになります。まあ、詳しくは解説の方で、ね、確認しておきましょう。 それでは2番、最高裁判所は株式会社,への株式会社のより政党への政治資金の寄付ということは、まあ、この時点でなんか八幡製鉄事件なんだろうなというところですかね、八幡製鉄事件で結論からすると、あの法人の人権共有主体性がまずあることを前提に、まあ、政治活動を行うということについて、その一環として、ね、政治献金を行うということは、法人はまあ実際、権利義務の範囲内であると、まあ、いうことが示された判例ですよねで。一応そこでも書かかれている通り2行目から 会社にも政治活動の自由が保障されるため、この当該侵害は限度を超えるものではないと判断されることから、当該寄付が公序良俗に違反すると解することはできないとした、結論部分だけは合ってます、会社にも政治活動の自由が保障されるため、この当該寄付が公序良俗に違反すると解することはできないとして、実際、権利義務の範囲内だし、この 会社がですね政治活動の一環として、特定の政党、まあ、これは自民党に寄付したという事案でしたけれども、特定の政党に寄付することは、まあ、特に権利義務の範囲内であり、かつ控除力に反しないとしたんだけれども、あの違うの,ここあの、ここです、この政治欠勤の寄付っていうのは、国民の選挙権の自由な行使をし直接に侵害するものであるという部分が、えー、明らかに違うね、これはね、まあ、反例はもちろんね。 あのまあ、会社の政治活動としての,その政治献金と、そのまあいわゆる従業員の、い、まあ、ってみれば参政権とかそういったものにまあ影響を及ぼすということは言ってるんですよね、影響を及ぼすということは言ってるけれども、この直接侵害するということについては全く触れていません、まあ、あくまでもバッティングすることは間違いないんですよ、政党の,の政治家献金と、それからまあ従業員のまあいわゆる政治活動であったりとか、従業員の。 その選挙権の行使に関してはまあこれは判例もそう言ってますけどね、えー、まあ思いっきり公務員あ、公務員じゃない、ごめんなさい、えー、株式会社とその、えー、従業員の,その、まあ、参政権とのバッティングっていうものについてはその、一応認めてはいるんだけれども、ただあくまでもこれは直接に侵害するっていうところまで言ってないっていうところはね、おさえていきましょう。では次に <laughs> はいえー、3番、えー、これはまあよく出てきますね、えー、法律の範囲内で条例制定することができるとする条例制定権の規定、まあ、94条で、えー、法律の範囲内で条例を制定することができると94条でしてますが、そうすると、地方公共団体が売春の取締りについて、格別に条例を制定する結果、その取り扱いに差別が生じることであっても、憲法14条1項に違反するとは言えない、えー、これはまず丸になりますね。<laughs> え結論からするとあの、そもそも94条が条例制定権というものを、 直接に認めてるわけですよねそうすると、このような地域差っていうのは憲法が予定するところなんだっていうのが判例の言い回しです。えポイントになるのは必要性と許容性って感じで、この9 5条が存在して、それで地域ごとに差が生じたと、でまあ、そもそも地域ごとに異なる取り扱いをするっていうのがその条例制定の趣旨なわけだから、それはやっぱりそれは、ね、地域ごとに異なる取り扱いをする必要があるわけですよ、その条例として。 地域ごとに異な,る必要異なる取り扱いをするという必要性があることに加えて、まあ、憲法がそもそもそういう条例制定権というのを94条で直接認めているわけだから、ならばそれは地域差があることは憲法が容認しているところであるということから、この地域差があったとしても14条1個には反しないというのが反例ね。では次に、4番、はい、これは早稲田大学の事件ね、講演会参加者名簿提出事件では、学生が大学が学生から収集した、 学籍番号、氏名、住所、電話番号はえプライバシー情報としてえ保護に値するんだとあの結論はここですね、まあ、しっかり押さえてほしかったのは、えっと、結論からすると、このえ早稲田大学のえ講演会参加者名簿提出事件というのは、まあ、この4つの情報をあの無断で警察に提出したという事件でしたで、この学籍番号、氏名、住所、電話番号自体はもともとで取得されるべき必要性というのは、まあ、そこまで大きくないというのは一般的に言われているわけですよね。 そのまあ、も,もちろん氏名、住所、電話番号でそれなりに重要ではある、えー、けれども、まあ、<laughs> 一応、その、えー、氏名、住所、電話番号については、まあ、判例は否得されるべき必要性は必ずしも高くはないけれども、えー、ここにあるとおり、プライバシーにかかる情報として法的保護に値するんだという結論を示しています、えー。なので、<laughs> 取、まあ、得の必要性はそこまで強いものではないとはしながらも、まあ、プライバシー情報として法的保護の対象になる、まあ、そして個人の人格的、えー、な、個人権利利益を損なう恐れがあると言ってて、その結果、その結局、学生のこの4情報だね、学生番号、氏名、住所、電話番号を、無断で警察に提出した行為というのは不法行為に当たるという結論を出してますので、まあ、これ、結論をしっかり分かっていれば大丈夫かな。 あの結局、この名簿提出というのが不法行為にあたるということで、損害賠償の対象として認めてましたよね。では次に5番、<laughs> えー、これ、引っかかっちゃった人多いかなと思ったんですが、あのいわゆるこあの指紋ナ夏ですで、結論からするともう真逆の答えです、だからツなんだけど、何人もみだりに指紋のオーナツを強制されない事由を有するとまでは言えない場違い。 あの指紋オーナツ制度というのは今、廃止されてますけれども、えかつては、えー、いわゆる在留外国人を管理するために、まあ、指紋のオーナツというものを、まあ、やってたわけですよ。で、で結論からすると、このまずね、指紋のオーナツを強制されない自由はあるっていうふうに判例を言ってましたよね。どうしてかっていうと、指紋というのは単なる模様ではあるんだけれども、結局、その指紋というのは一生変わらないし、同じ指紋がないという、まあ、そういう指紋の特性からすると、その指紋の情報自体は単なる文様なんだけど、 やっぱり使い方次第によっては非常に危険だと、まあ、いうことから、この指紋の大夏については、大夏を強制されない自由は、えー、もうこれは持ってるんですよねで。で、持ってるんだけれども、やっぱりその、とするとこの指紋大夏制度っていうのは、このみだりに指紋の大夏を強制されない自由を侵害するものなんだよね。だけど、侵害が許容されるかって問題でしょ。で、結局、外国人を管理する必要性があるわけですよ。まあ、今は在在留留カカーードドいう制度があるから、まあ、在留カードで え、把握するわけだけれども。ま材、あ、料カードがない。時代は結局外国人の童貞であったりとか、そういうことをするためには、やっぱり何らかの管理方法が必要で、そうすると指紋によってまあ、いわゆる外国人を一元管理する必要性もあるし。まあ、実際にその直接強制とかは別にないんだよね。この制度はもう嫌だっていう人に対しては直接強制することはできないし、あとは指もなんかの指だけなんですよねえー。指も1指だけで。まあ左右1指かな。 えー、という形で、あの侵害の程度がそこまで大きくないということから、一応許容されるというのが判例です。ですから、この諮問おうなつ制度のポイントは、まず諮問おうなつの強制されない自由というのは法的権利として存在していてで、それに対する侵害ではあるんですよ、この諮問おうなつ制度は。だけれども、その侵害の、まあ、許容性のところで見ると、それが必要かつ相当な、えー、制約にとどまると、まあ、いうことですよね、必要かつ相当な制約にとどまるとして、諮問おうなつ制度は結論を合憲としたもの。 だからまあ、ここはしっかりこの5番は、ね、あの問題の所在を押さえていきましょう。ではそれでは次の。<laughs> はいえー、6についてもこれ、有名なところ、前科紹介事件ですね。えー、前科は人の名誉、えー、信用に直接関わる事項であり、えー、前科のあるものもこれをみだりに、えー、公開されないという法的保護に値する、えー、利益を有する、はい、ここまで正解、ここまであってます。もともと前科の情報というのはやっぱり個人にとっては知られたくない情報なので、えー、前科をみだりに公開されない法的利益というのはあると。 でそして次、えー、裁判所に提出するためという申し出自由があれば、前科を報告することは許される。えー、この前科紹介事件では、このように裁判所に紹介するためみたいな申し出自由に対して、漫、え、然、ー、と、えーまあ、今回は区長だったかな、漫、え、然、ー、と区長が前科紹介に応じてしまったことが違法だと判断された。えー、ですので、まあ、実際、判例の事案そのものみたいなところがあって、もう裁判所に提出するためっていう単純な漫然たる自由で、でしかも、えー、その紹介を受けた区長が、 それこそ漫然と全化紹介に応じてしまったことが、この法的利益ですよね、全化を公開されない法的利益を侵害するものとして、意見としてもの <laughs> ということになります。では6番、はいえー、プライバシー権に関する問題、はいえー、プライバシー権が13条で保障されると説く見解のうち、はい、自己情報コントロール権と介する立場については、これは自由権的側面と請求権的側面、両方持ってるって見解ですからね。 えー、少なくともプライバシーというのを、私生活をみだりに公開されない権利という自由権的側面だけって捉える見解というのもあるわけだけど、ただ、それは一般的じゃないよね。<laughs> えー、このプライバシー権というのは、自己情報は、私生活をみだりに公開されないという自由権的側面と、それから <laughs>、その自己情報についてですね、えー、自己情報みたいなものを公権力に対して求めるという、その自己情報コントロール権というものも、合わせて持っているという見解が、この。 この自己情報コントロール権という見解です。ちなみにこれ請求権的側面ですが、要は個人情報の、あれですね、行政機関が保有する個人情報の開示請求ですよね。まあ、それも一緒にあるんだと。<laughs> いわゆる行政庁に対する、個人情報開示請求権ですよね。 これは請求権的側面だから、抽象的権利なんで、具体的立法がなければ、えー、現実化してない、しないわけだけれども、現行法では、えー、個人情報保護法がありますよね、えー。現行法では個人情報保護法がありますから、まあ、個人情報保護法に従って、えー、行政機関に対して、えー、自分の個人情報を見せろというふうに開示請求することっていうのは、具体的立法として存在していて、これはこの13条の自己情報コントロール権の具体的立法とされているわけねだから、個人情報保護法なんかね。 示されていいるものととうことになりますでは次行きましょうかね。えー、次8番、えーで。ちょっと長めですけれども、これはあの一個一個見て、あの確実に合ってるか間違ってるか判定できてほしいものね。あのいわゆる国家の規律聖書事件です。まず、えー、公立学校の卒業式の式典において、えー、その教員に国旗掲揚の下での国家聖書の際に規律聖書を求めることは、まずこれはいいですね。えー、慣例上の儀礼的な所作を求めるものであると、まあ。あくまでも慣例的なものに過ぎないけれども、 自らの歴史観ないし世界観との関係で、国家や国旗に対する敬意の表明には応じがたいと考えるものがこれらの、これらに対する敬意の表明の要素と含む行為を求められることは、そのものの歴史観ないし由来にあ歴史観ない世界観に由来する行動とは異なる外部的行為を求められることになる、まあ、外部的行動に求められることになるで、その結果、思想良心に対する間接的な制約になるんだ。 これに関しては、ちょっとまあ補足説明ということになりますけれども、この国旗の事件については、あれでまず思想良心の自由に対する直接的な制約ではないわけだよね。なんか意見表明をなんか強制されるとか、特定の思想を押し付けられるとか。 まあそういうものではないと、特定の思想を押し付けるとか、えー、自分の思想みたいのをまあ白状させるとか、まあ、そういうような思想良心の自由を直接侵害するというものではないけれども、要するに自分の歴史,歴史観とか世界観とか、まあ、そういったものとは異なる行為をさせられるっていうね、つまり思想良心を直接侵害するものではないけれども、自らのまあ由来するような、まず、あ、らの持っている歴史観、世界観と異なるような外部的行為をさせられるという点において、間接的な制約になる。 したわけ、ね、で思想良心の自由についての間接的な制約にはなるからこれが許容されるかどうかについて審査したわけだよ、ね、で結局必要かつ相当な、えー、あの制約として許容されるかっていうところがあの判例で示されたわけだよ、ね、で結果的にはそれはあの必要かつ相当な、えーまあ、ものとして、まあ、必要かつ合理的かな、まあ、あの必要判例だったら必要かつ合理的って言ってたと思いますけれども、まあ、必要かつ合理的なそ制約として許容されるよってした判例でした。 でちなみにこれ、余談ですけれどもあの、ピアノの伴奏の場合にはあの、この間接的な制約は認定してないんですよね。これ、担当でよく聞かれるやつです。あの論文では聞かれないけどあのピいのい、えー、ピアノ伴奏については、思想良心を侵害するものではない以上っつって合計にしたんですよ。ピアノ伴奏については、思想良心を侵害するものじゃないよって以上っつって終わらせたんです。えー、だけど、この国家の国旗聖書ね、逆、え、に、ー、国旗の国旗のとでの国家聖書ね、ごめんなさい、えー。ピアノ伴奏とは違って、この国家聖書の判例は、 直接的な、ね、制約には当たらないけれども、間接的な制約としての側面があって、その間接的な制約が許容されるかどうかについては、諸、ま、般、あの事情を考慮した上で必要かつ合理的な制約かどうかで判断するんだっていう、で許容性審査してるんだよねでね、許容性審査をした上で許容されるというところまで踏み込んでるので、ちょっとこの国家のについてはね、しっかり押さえておいてください。では次に9番 <laughs> まあ、司法書士会の、えー、事件ですね、えー、司法書士会が大震災で被災した他県の司法書士会に復興支援金を寄付すること、まあ、結論からすると、これは OK だとしたものですよね、えー、目的を逸脱しない、そしてさらには、えー、ここにあるとおり、司法書士会がその寄付のために、えー、会員から負担金を徴収することも、強制加入団体であることを考慮しても、えー、会員の政治的、または宗教的立場や、えー、思想信条を、まあ、害するものではないということで、まあ、結論からすると、丸になります。 まあ反例が、ね、これは一応、えーまあ、害するものではないですよということで、えー、一応認めているということになります、えーと。ちなみにこれと似てる強制加入団体系だと、あの <laughs> 税理士会のあ,のあれですよねあの、政党とかに対する政治献金、えー、については、あれはアウトでしたよねあの、そこは確認しておきましょうあの、どちらも強制加入団体なんだけどあの、税理士会がやった政治献金で無理やりなんか強制徴収するみたいなものは、まあ、ダメだよと。 それに対しては、司法書士会もね、強制加入団体ではあるんですけれども、やっぱりこの震災復興支援金だからね、えー、震災復興支援金の寄付っていうことになると、えー、もちろんね、 あの会員の政治的な,なんか信条とかそういったものとバッティングしないとは言えないんだろうけれどもね。えー、とは言ってもその政党に対する寄付と比べるとやっぱり政治色は特になくやっぱり人道支援たる性質になりますからね。えー、ということになるのでこの復興支援金の寄付で会員から負担金を強制徴収するということについても、まあ、これは、まあまあ、思想信条を害しないということで結論から言えば OK としたものになります。ということですね。 であとはちなみにこれね、あのもう一つ、政党に対する寄付でアウトになったものが、あの労働組合ね。あのこれはあの今回の問題では、えー、ちょっとまだ入れてないところではありますけれども。あの <laughs> いいかなあの労働組合についても、えー、例えば労働組合が特定の政党に対して、まあ、支援するためにその、いわゆる労働組合の組合員から、まあカンという形で、カンパという名の強制徴収ですね、えー、労働組合の組合員から、カンパという形で、まあ、強制的に徴収してで、労働組合が特定の政党に支援すること、えー、これについてもやっぱりそれはあの、まあ、罰ということですね。 それはやっぱり組合員に対してそれは強制させることはできないとしてますから、そうするとまあ政治献金型ってなってくると、まあ、八幡製鉄事件の企業の政治献金はまあ OK ということですね。八幡製鉄事件に見られる企業の政治献金は OK だけれども、まあ、強制加入団体である司法書士会や、それからあとはまあ労働組合、まあ、労働組合のおける、あのまあ言ってみれば、組合を支援するための政党、まあ、このあたりのところはアウトになってくるというところになります。まあ、いいですかね。<laughs> まあ他にも、労働組合とかだと、他にもいろいろとなんか、寒波の問題とか出てくるところはありますけれども、ちょっとまあ、忘れている方は、そのあたりももう一回復習しておくといいかな。では、10番。はいえー、こちら、エホバの証人剣道受講拒否事件をベースとした足ですよね。えー、生徒が自らの信仰に基づき、その通学する公立校で義務付けられている授業の利子を拒んだため、不利益処分を受けることになっても、 これを受任しなければならないということですが、まあ、これはあの、まあ、エホバの証人剣道受講拒否事件の中で、やっぱり代替措置を取ることなく、漫然と言及留置退学をしたことが裁量権の逸脱乱用として、えー、まあ違法になるとしてますから、その判例の趣旨からは明らかに反するよね。では11番、はい、11番は殉職自衛官合使事件ね、えー、神社において死者の合使を行うことが遺族である配偶者の心の性質を害する場合、その遺族は、 えー、損害賠償を請求できる判例は結論からすると、この正質な宗教的環境下で、信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権というものを法的利益とは認めていません、えー。あくまでも、まあ、信教の自由の前提として、事、え、故、ーまあ、が進行する宗教とは異なる宗教に対しては寛容であること、えー、それがまあ前提になっているわけですよね。まあ、そもそも信仰の自由とか信教の自由というものが、えー、国民に保障されるわけですよね。でということは、その前提としては、 その自分の宗教以外について、やっぱりそれは寛容であることというのが前提になるから、だから他の宗教による活動で自分の信仰が害されたと言って損害賠償を求めるということは、やはりそれはちょっとだあの認められないよと、えー、したものです。えー、とキーワードは、この、えー、性質な宗教的環境下で信仰生活を送る利益というね、このいわゆる宗教的人格権等の法的利益性は否定されたというところが分かってればいいんですが、えー、ただ、これ、 あの気をつけていただきたいのは、一応これ、解説にもあると思うんですけれども、強制や不利益を伴うことによって、自己の信仰の、信教の自由を妨害するものでない限りっていう流由はついてます。いいですね。あの一応これはあの、まあ、特段の事情ない限りみたいなノリだと思う、ノリなんだけれども、原則としてはこの宗教的人格権を侵害されたことで、損害賠償を請求することはできないとはしてるんだけれども、えー、ただ、<laughs> まあ解説のところにもありますので、ちょっと解説の方でちょっと。 見ましょうかね、解説の方で言うと、まあ、6ページにあるかなあの、一応せっかくなので、あの一応この部分、要注意ねあの、信教の自由の利益あの保障はのところ、えー、3行目ですかね、えー、信教の自由の保障は、えー、何人も自己の信仰と相いれない、えー、信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、寛、え、容、ー、であることを要請しているということを理由に、宗教的人格権というものの、えー、法的利益性を否定しているんだよね。 だけど一応ここ要注意ね、あのそれが不利益や、えー、ごめんなさい、強制や不利益を不要を伴うことにより、事故の信教の自由を妨害するものでない限り、寛、え、容、ー、であることを要請していると <laughs> まあいうことになりますので、で一応こう、特段の事情がない限りりという留保だけはちょっと気をつけておるます。 その性質な宗教的環境の下で、信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることはできないという結論を出しています。えー、なので、まあ、足としては、ですねさっきの11番ですかね。<laughs> と戻りますけれども、まあ足としてはもう11番はまあ、一応原則論を聞いてるってことだから、まあ、損害賠償を請求できるっていうふうにもう断定しちゃってるんで、もう絶対間違いないことになりますが、まあ一応原則としてはこの11あの原則としてはこのように、えー、宗教的人格権の法的利益性っていうのはね判例上否定されてますから、損害賠償の請求はできないよっていう結論でいいと思います。はい、じゃそれでは12番。え <laughs> 12番も結論ですね。あのエホバの承認ゆ血拒否事件ですね。<laughs> えとまあ、見ると輸血以外に救命手段がない限りは輸血を拒否するという意思決定を尊重すべきとは言えないので、もうなんかこの時点で怪しいね。えー、で,で、そして最終的には、その患者が輸血を受けることは、えー、事故の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するという明確な意思を有していたとしても、このような意思決定をする権利は人格権として保護に値しない。まあ、判例はあの、この絶対的無輸血での、えー、手術というものを希望している患者が、えー、その 明確に輸血を伴う医療行為を拒否するという明確な意思を、ねえー、患者さんが持っている場合にはやっぱりその輸血なき治療を受けるという自己決定権というのは法的保護に値するとてしているからね。えー、なんでまあ12はとで次、13番、重要足かな、これも新、ね、教の自由の、えー、地方公共団体が町内会に対し特定の宗教施設の敷地として公用地を無償で、えー、利用していたところ、えー、当該行為が政教分離原則に違反する恐れがあるためにこれを是正解消する必要がある。 ということはこの2行目を読んだ時点で、これ、富平神社事件ですよね。えー、富平神社事件がもう、なんかある程度、早期されてほしいと。で、この時に、えー、当該宗教施設を撤去させることになると、まあ、これまでに長年ずっと使われていた、その神社の,その人たちというのかな、えー、信仰活動を営んでいた人たちの信教の自由をかえって害することになると。つまり、政教分離違反状態が生じて、富平神社はまさにそういう事案だったわけだよね。その政教分離違反が生じうるような、例えば、その、 えっと町の公有地だね、公有地みたいなものを、まあ、私有地だったかな、確か事案ではね、えー、私有地の上に神社が長年乗っかってたっていうね、でこれ、政教分離の恐れがあると、えー、もう私有地の上に、えー、私有地の上に明らかな神社が、えー、長年の間置いてあるっていう状態だから、まあ、これは政教分離に反する恐れがある、だから本来だったらそれって撤去させなきゃいけないわけですよね。えー、だけれども、これで撤去させてしまうとかえって、えー、そこまでずっと脈々あった神社っていうのかな。 その信仰の自由、信教の自由というものを害することになるから、だからこれは、本来だったら私有地の上に神社があるんだから、政教分離違反を是正するというのはぶっ壊す必要があるわけですよ。だけど、ま、ぶっ壊すわけにはいかないんで、だから町内会に対して無償で譲与したんですよね。え町内会に対してその土地、をね敷地を譲与した。で、この譲与したことが政教分離には反しないとしたものね。えー、政教分離には、政教分離には違反しないとした判例ですからね。そうすると、ま、ここにもある通りり、宗教施設を書いて撤去させるとなると、 新教の自由に重大な不利益を落とすかねないような事情がある場合には、はいえー、党内、町内会に当該、えー、公有庁を常用与しても違反するとは言えないとしたものです。はい、こちらもまあ丸ですかねあの、しっかりこれ、富平神社事件という形で、えー、しっかり正当率としてはあのあ上げてほしい問題ということになります。では次、14番、まあ、担当の勉強をちゃんとやってるかっていう感じの問題になっちゃうかな、14番はね。えー、入門段階でちょっとしんどかったかもしれない。あのいわゆる放送法の訂正放送請求権です。 の問題で放送事業者は限られた電波の使用の免許を受けたものであって、公的性格を有すると、でこの放送により権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に、訂正放送が義務付けられていますでこれは確かにそうなんですよ、あの放送事業者っていうものは、まあ、その権利侵害とか真実でない事項をその放送したと、まあ、いうことが判明した場合には、訂正放送が義務付けられているんだけど、これは視聴者に対しての反論権。 つまり、詩人による訂正放送請求を認めたものではないよと、えー、いうことですね、これは、まあ、あのすごく重要なところです。えー、すごく重要なところで、あの一般的に最高裁っていうのは、反論権、アクセス権の類のものっていうのは認めてませんから、特に憲法上の権利として、ね、えー、憲法上の権利として認めてないし、この放送法によるこの規定も、訂正放送請求権という性質は持ってないと。 訂正放送請求権たる性質は持ってないというところは、まあ、判例一貫しています、えーと。キーワードとしては、これではね、国民全体に対する広報上の義務っていうふうに言っているんです。この訂正放送の義務付けというのは、法的性質は何かっていうと、その一般市人が訂正放送請求というものを放送事業者に求めることができる請求権というものを法律上付与したものではなくて、あくまでも国民全体に対しての広報上の義務として、この訂正放送というのが義務付けられていると。 国民全体に対するだね。でちなみにあの、確かにその、権利侵害された詩人が申し立てるんですよ、確かにこれは、えー。権利侵害されたりした詩人が、これおかしくねって申し立てるんだけれども、ただ、あくまでもそれは、その国民全体に対する放送事業者の広報上の義務の立候補を求めてるだけであって、詩人が訂正放送請求権という、そういう請求権を持っているっていう性質のものではないよってことよ。ということになります。 ははいじゃあとここ、まあ、ででれ丸すねで15番、えー、これ取材の自由に関して、えー、報道機関の取材源は一般にそれがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるので、えー、民事訴訟法上、えー、取材源の秘密については職業の秘密に当たる、まあ、ここまでいいでしょう、えー、当たるのでから先が間違い、えー、事案における比較考慮をすることなく証言強烈が認められるこれがもう間違っているでちなみにこれ民相の問題ねあの保護に値する秘密じゃなきゃだめだからね、えー、この まあ民訴におけるこの職業の秘密っていうものは、この職業上支障がある秘密であるだけでは足りないわけで、ね、職業上それが公開されると支障があるっていうものだけではなくて、あの保護に値する秘密であることが必要ね。これは反例の言ってるやつです。 でこの保護に値する秘密って何なのかっていうと、これはだからあの得られる利益と失われる利益ですよ、えー。その証言拒絶によって得られる利益と失われる利益の具体的な個別具体的な比較口論の中で保護に値する秘密かどうかを判断しましょうということなですで。こちらはちなみに民講の問題ですかね。えーまあ、一応、職業の秘密に当たるかどうかっていう話なので、まあ、憲法でもまあ同じようなのが出てきたっていう感じですかね。えー、要するに えと要するにこれが開示されることで、そのその職業に支障が生じるようなものっていうのが職業の秘密なわけだけれども、でその職業の秘密に当たるからといって、直ちに証言拒絶ができるわけじゃないと、証言拒絶ができるためには、この職業の秘密とに該当して、かつ保護に値する秘密であることがいるっていうね、えー、まあ2段階で絞りをかけていくというのが、判例の考え方ね。ということです。じゃあそれ16番 <laughs> えと報道機関がもっぱら報道を目的で、えー、撮影したビデオテープを裁判所の提出命令によって提出させる場合と、えー、それから裁判官が発布した令状によって、えー、差し押さえる場合、まあ、この2つというのは、まあ、判例としては裁判所の提出命令ということは博多駅テレビフィルム事件、えー、それから令状による差し押さえということになると、まあ、日本テレビ事件とか TBS ビデオテープ事件とか、まあ、そのあたりのものが想定されるわけですが、いずれもこれ、ほぼ同じですよね。 えー、より慎重な審査、裁判所の提出命令の方が、えー、よりなんか慎重な審査がいるなんてことは言ってなくて、まあ、提出命令は、あれでしょ、えー、公正な刑事裁判の実現や真実発見の要請、でそしてしその捜査機関における差し押さえっていうのも、結局、その、えー、公正な刑事裁判とか真実発見のためのもう必要な前提となる、えー、迅速な捜査だよね。 迅速な捜査の要請っていうことになります。で、この2つについてはまあ、ほぼほぼ同じような扱いを判例してました。で、これに対して批判はあるわけですよね、えー、やっぱり裁判所の提出命令の方がより慎重な審査をすべきなんじゃないかっていうまあ。そういう議論はあるけれども、も少なくとも最高裁の判例。では、その裁判所の提出命令の公正な刑事裁判の実現。それから、えー、その捜査機関の差し押さえにおける。適正。迅速な捜査まあ、いずれもこれはほぼ同じような。 本質的な差がないような形で審査していますので、まあ、結論は、えー、これはまあ罰ということになります。だからまあちょっと復習で見ておいてほしいのはそのテ,レテレビフィルム事件とそのあの博,多駅、ね、博多駅のテレビフィルム事件とそれからまあ日本テレビ事件であったりとか、まあ、TBS ビデオテープ事件みたいなその差し押さえの判例を見るともうほとんどコピペのように同じことを言っているんですね。えー、なのでまあここのところはあのしっかり確認しておきましょう。では次に。 17番、新聞記事において批判を加えられたものが、不名誉毀損の不法行為の成否に関わらず、無料で反論文掲載を当該新聞に求める権利、これ、いわゆるアクセス権と呼ばれるものですよね、反論権とかアクセス権についてですが、ここ、しっかり理由も含めて、公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇させるおそれがあると、なので、丸ですねで、具体的な法律がない限りは、これを認めることはできないまで丸につけとい,ない ここも自信持って当てて当しいで何が言いたいかというとあの、憲法上の権利性を否定しているだけなので、具体的な法律があればいいんですよ。つまり憲法上、例えば保障されてないわけだからその、いわゆるアクセス権とか、えー、反論権と呼ばれるもの、えー、アクセス権反論権と呼ばれる類のものというのは、あくまでもその憲法上の権利性があるわけではないから、えー、具体的な法律なくしてこの認めるということはしてない、えー、わけですよね。で理由としてやっぱりそれは そのアクセス権とか反論権を認めると、逆に批判的記事とか出せなくなっちゃいますから、だからその意味では、批判的記事の掲載を躊躇させるという理由付けも、判例が言っているところです。だからこの具体的な法律がない場合には認めることはできないというのはしっかりお答えください。現に、民法では不法行為成立するときには、名誉回復処分というのがありますよね。ああいうのは別にいいんですよ。法律上、憲法上は保障されてないとしてもね、憲法上は保障されていないとしても、名誉回復処分として、 えーまあ、民法だったら723条ですか、えー、民法723条の名誉回復処分のように、まあ、憲法上の保障は及んでないけれども、まあ、法律上、そういう反論権とかアクセス権みたいなものを、法律上付与することは、まあ、別に憲法上、禁止してませんから、だからその意味では17番の具体的な法律がない場合にはというところも確実に当てたい。で次に18番 ビラ配布のための集合住宅の共用部分および敷地内に、えー、管理権者の住承諾なく立ち入ってそこの管理権やそこで私的生活を営む者の平穏を害したとした、これ、あれですイラク派兵のビラの問題ですよね、えー、でこの時にキーワードになるのは、あの一応ね、まあ、結論は×でいいんだと思うんですよ。 ただ判例が一応言っていたのは何だったかというと、一応、そのビラを巻く行為というのは、一応、政治的なビラを巻く行為については、表現活動ではあることは認めてるんですよ。いいよね、表現活動であることは認めてるんだけれども、ただ、表現活動であるというふうには言ってるんだけれども、ただ、今回、この事案で問題になったのは、表現行為そのものを処罰することを問題としているわけではなくて、管理権者の立ち承諾なき立ち入りだよね、管理権者の意思に反する立ち入りを処罰することが問題になってる。 わけだから、まあ、結論からすると、この2行目にあるとおりね、管理権や私的生活を営む者の私生活の変を侵害したわけだから、それに対して処罰することは別に憲法的合成としても問題ないんだっていうところですよね。まあ、論文対策でいうと、要はまあ表現の自由の行使ではあるけれども、何やってもいいわけじゃないでしょっていうね。 もう人の家入り込んでいいのかっちいう話ですわね、それはダメに決まってんじゃんっていうのがその判例の骨子なわけだけど、まあ、担当でよく聞かれるところは、結局この事案っていうのは、表現行為そのものを処罰することの憲法的合成が問われてる問題じゃないよと、表現行為そのものを処罰するということの憲法的合成を問う問題で、あその憲法的合成が問われてるんじゃなくて、管理権者の意思に反する立ち入りを処罰することの憲法的合成を問題としてるわけだから、現に管理権者の意思に反する立ち入りやってんだからダメっしょっていう。 まあ、そういうところですよね。もともとこれ、一審が、ね、無罪になってるんでね、えー、一応、一審判決、一審の、えー、結論をこれ、示しちゃってるということですが、最高裁は、えー、結局、まあ、ひっくり返して結局あの、有罪判決出してますからね。では、19番、えーと、集会の自由に対する不当な制約を防ぐため、まあえー、これ、集会で今回、公共施設の利用許可ですかね、集会のように供される公共施設の利用許可、それを、えー 公の父が害される恐れを理由として拒否することが許されるのは、明らかな差し迫った危険が具体的に予見される場合に限られるということで、これは泉佐野市民会館事件に沿った回答になりますかね、泉佐野市民会館事件の趣旨にはそういうね。でちなみにこれ、今回はあのこれでいいんだけれども、もうちょっと踏み込んでいくと、この泉佐野市民会館事件では、 明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることに限られるんだけど、さらにそれは客観的事実から明らかに予見できない、ね。つまり管理権者の主観ではだめで、その明らかな差し迫った危険の発生が、その客観的事実から具体的に予見できるってことまで求めてますからね、そこも確認してみましょう。では20番 事故、はいえー、の思想意見を形成するため、自由な情報の受領は不可欠であるから、はい、国家機関の、えー、保有する情報開示請求権は、えー、具体的権利として認められるわけがないですわね、えーまあ、理由としてはもうシンプルで、これ、開示請求権ですから、これ、あのー、あくまでも具体的立法なきゃダメでしょ、請求権的側面なんだから。これ知る権利の話でしょ。 えーっとえー、知る権利の請求権的側面ということになりますから、これ、あくまでも抽象的権利ですからね。えー、抽象的権利ですからあの、当然に具体的権利として認められるということは明らかに違います。えーっとまあ、ちょっと踏み込んで説明していくと、あ,のあれでしょあの、いわゆる情報公開法みたいなものが具体的立法になるわけだよね。 えー、情報公開法のような具体的立法がなければ、えー、このような情報開示請求権、まあえー、政府機関が保有する情報開示請求権というのは、あくまでも抽象的権利ということです。じゃあ21番、はいえー、大学の自治の保障は、えーなんか、大学の施設や学生管理の自主的な通知の権能に及ぶが、はい、大学教授の人事に関しては及ばない、えーとまあ、人事権にも広く及びますからねあの、大学の自治は非常に広いものということになります。 次に22番、えー。大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。まあ、ここまでいいよね。で、その学内集会について、えー、大学の自治が保障が及ぶか否かの判断については、集会の目的や性格を考慮することは許されない。まあ、これがもう全部罰と。えっ、ー、と、全部罰と。えっ、ー、と、まあ、一応確認しておくと、これ、東大ポポロ事件の中で、 その東大ポポロ事件の中で結局、この経過の立ち入りが問題になったわけだよね。で、その時に言ってたのは何だったかっていう話ですよ。あの真に学問的な研究や結果発表のためのものではなくて、政治劇というような政治的社会的活動に当たるから大学の学問の自治の共有はないよって言ったわけでしょ。ということはその時明らかに考慮してますよね。のの集会の目的や性格について 東大ポポロ事件の中では学問研究に関するものじゃなくて政治劇という実社会の政治的社会的なそういう集会活動にあたるものなんだということを言ってるわけでしょで。ということになりますから、まあ、これは罰ということになるでしょうね。では23番も見ていきます。でちなみにこれ、だからあと一般講習の入場を許すようなものだったということも言ってますわね。一一応ここのののの目的的といいうううやっぱり実社会の政治的社会会政治活動であることそして性格っていうのは一般市民を入れたような 一般市民を入れたような公開集会に準ずるものだと。まあいうところね、あの公開の集会に準ずるものだということも言ってた、そこも合わせて確認しておきましょう。では23番です。はいえー、教授の自由についてですが、まあ、2行目からいきましょう。えー、教育の本質上、えー、教師は高校以下の普通教育においても教授の自由を有し、はい、えー、これはまず、丸です。えー、ここで合ってますよねあの。いわゆる普通教育における教師の教育の自由というものは23条で保障されるとはしてるけれども、 完全なな教授の自由は認めないんだよねあくまでも普通教育ってことだから、まあ、やっぱり子どもに批判能力はないしね、えーまあ、場合によっては普通教育においては、まあ、子どもの側が先生を選ぶこともできないし、まあ、あとは、まあ、全国の一定水準の教育目的の教育の達成っていうのかな言ってみればその全,国水全国で一律な水準での、えー、言ってみれば教育目的を達成するっていう要請もあるから、まあ、そうすると大学のような完全な教授の自由ではないんだよね。 大学のような完全な教授の自由ではなくて、あくまでも一定の限界があるよということはまあ判例言ってます。とすると、もう結論からするとこの、ここら辺が全部違うところですね、えー。国が教育内容の決定に介入することは許されないが間違い。えー、とちなみにあの教育内容の決定権について、判例は旭川学手事件の中で、まず親なんですよね。まあ、もちろん子どもの学習権というのがまず大前提です。えー、子子の学習権っていうとうが 大人一般にに対して自分に教育を施せっていう子どもの学習権というものがあってでその学習権に呼応する形学習権に対応する形で教育内容というのは決定されるとでその決定権誰にあるのかっていったら一義的に親え次に教師教師からさらに引いたところで国なんですよねで,でこの国っていうのは要するに必要かつ相当な、えー、言ってみれば介入はできるわけですよ でこの必要が相当な介入として学力テストとかは許されるんだとか、あと学習指導要領なんかは策定なんかはそれに当たるわけだよね。なので、この国が教育内容の介入に決定することは許されないというのは、これは旭川学手事件の趣旨からも反するので、まあ、しっかり消したいね、ここはね。で次に、はい、24番ですけれども、これはあの海外旅行に関するパスポートの発給の問題です。えー、まあ外務大臣が まあちょっとやべえなって人に対してはパスポート発給できないと、まあ、旅券法という法律でそうなってますで。これは単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲、はい、これが間違い、えー。海外渡航の自由は制約するけど、許容されるんですよ、それは。い,い,よ、ね、いわゆるあの制約自体はありますからね、えーで。制約自体はあるけれども、その制約として許容されるっていう話ですからね。 では25番、職業の許可制については、協、え、議、ー、の職業選択の自由そのものに制約を犯す強力な制限である、まあ、これは合ってます。で、一応、この1行目で書かれているのは、いわゆる薬事、えー、とそうだねあのあの距離制限ね、あの薬屋さんの薬事法の距離制限の話になりますが、で示されたものですが、このあとは、社会性格経済上の積極的目的の措置である場合には、それは立法裁量の一冊欄を見ることになるよね。 だから、めちゃくちゃ緩やかな基準になるはずです。えー、なので、まあ、社会生活ないしは、えー、経済政策上の積極目的の措置であるならば、それは立法裁量の非常に大きいジャンルということになりますわね。そうすると立法裁量の非常に大きいジャンルなんだから、まあ、一般的には森林法と同じような、えー、非常に緩やかな審査基準を立つことになるので、まあ、ここにあるような、この下2行は、これ、いわゆる自主的関連性基準でしょ。 まあ、より緩やかな規制によっては、その目的を十分に達することができない場合でなければ、合憲性を肯定なしえないというような、まあ、いわゆる自主的関連性の基準のようなものは、さすがにこの社会政策や経済政策上の積極目的措置であれば、それはあの自主的関連性の基準はまず取りませんよね。まあ、一応、薬事法違憲判決の中では、薬事法違憲判決の中では、あの自主的関連性の基準を取ったけれども、あれはもう、もっぱらなんか消極目的だというふうな認定の中でやったものだから。 そうすると、ここにあるように、社会政策社、えー、経済政策上の積極目的の措置という場合には、まあ、薬事法違憲判決の趣旨は及ばないし、むしろ小売,小売市場判決の方になりますよね、えー。小売市場判決の方になりますから、まあ、明らかに違うということですで。あとは論文対策はあまり目的に分を取らないでねっていうのは大丈夫ね。あの論文対策の中では、こんな積極目的だ、消極目的だなんていうふうに、二分で分けることが現実的じゃないから、もう個別的な、その、 個別的な目的を見てそれが要するに立法裁量が大きい分野かどうかだよね、えー、いわゆる専門技術的判断がとか財政的判断とかねそういう政策的判断が委ねられるようなそういうまあ 立法裁ルの大きい分野かというのを個別具体的に見て、立法裁ルの大きい分野であれば、立法裁ルの逸脱乱用があるかどうかを見て、その時に心理法基準をポンと、心理法基準などの基準でやっていくというのが、まあ、論文対策ではありますけどね、まあ、少なくとも担当では一応、判例の知識聞いてますから、えー、まあそれはそれとしてで、判例の中で解いていきましょう。では次に公共のために用いるですけれども、はいえー、特定の個人が受益者に当たる場合はこれに当たらないですが、これ当たります。えー、と具体的な内容としては、農地改革です。 農地改革における土地収容においては、規制地主から大規模な土地を収容したけど、それを小作農に分配するんですよね。小作農に分配して、まあ、適正価格でですよ。ただ、実際、土地の収容という形で、まあ、戦前の規制地主みたいな大地主から土地を買い上げて、でそれを従来、小作農で連続していた農民の人たちに対して適正価格で分配をすると、そしてその結果、自作農を創設するという、いわゆる農地改革政策の中では、まさにこの特定個人が受益者になるんですよ。 最終的には。だけれども、これもやっぱり、えー、この公共のために用いるに含まれるというのが判例でね。では27番、はいえーと、法律の規定によって財産上の権利行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会経済生活上のやむを得ない必要から、その制限が当然、受任すべきものであるとき、はいえー、これ、あれですよね、特別な犠牲に当たるかという話です。 権利制限があったときにその、やっぱり社会生活上やむをえない、受任せ,せ,せざるを得ないものについては、え特別の犠牲に当たらないというのが判例の立場ですからえ、結論は丸です。ちなみにこれで早期してほしい判例は、奈良県め池邸等条例事件だね。た、え、め、ーまあ、池のやつですね、ため池のところには農作物作れませんよみたいなものに対しては、損失損傷を原則不要ですよね。で次に28番、はいまあ、これはもう結論だから、丸だけね、国旗検査が、ね、目的検査にはならないという判例です。 国旗計算は目的検診外にならないという判例です。で、29番、これ、重要な判例、えー、35条は、えー、住居、えー、書類、所持品について侵入捜索、押収を受けることのない権利を規定していると、これ、合ってます。で、この規定の保障対象、このいってみれば、住居、書類、所持品というふうに書いてあるけれども、それに準ずる知的領域に侵入されることのない権利が含まれるというのが判例です。で、これが示されたのは、刑事訴訟法の判例になりますけども、GPS 捜査ね。 あのいわゆる GPS 操作っていうのは、GPS 端末を取り付けて、それでまあ継続的、網羅的にその人の行動を追いかけますと、これは憲法35条の私的領域の侵入されない権利を侵害するものだと、えー、憲法35条に由来する私的領域に侵入されることのない権利を侵害するものだから、重要な権利利益の侵害であって、まあ、もちろん明示または目次に違反しますから、まあ、強制処分に該当するとした判例ね。 でその中でこれ、一応 GPS って書いてけばね、GPS の判例で一応示されてますので、一応、軽争でもこれから出る可能性十分ある。一、まあ、回も軽争ではガッチち出てるんだけれども、えー、まあ今後もまあ出題される可能性がありますが、憲法上は、この GPS 操作の中では、この指摘領域に侵入されない権利というのを35条の法的権利制として、裁判所が言ったってところに意義があるからね。それでは30番、長めですけど、頑張っていきましょう。 はいえー、ここからはあのー、障害基礎年金の受給に関し、保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情に密接に関連するから、えー、保険料の負担能力のない20から60未満のもののうち、学生と学生じゃない、えー、そ,のそれ以外のものとの間に、障害基礎年金の受給に関して、差異が生じても不合理とは言えないということで、これ、丸ですね、あの一応、忘れてる方は学生無年金訴訟ね、えー、学生無年金障害者訴訟に関する判話ということ。 で次の31番、えー、これも生存権の堀木訴訟で触れられているところですかね、えー、健康で文化的な最低限度の生活は極めて抽象的かつ相対的な概念である、そして具体的内容は、えー、その時々における文化の発達の程度、社会経済条件、一般的な国民状況との相関関係において判断決定されるべきもの、もう完璧ですね、ここまではね。えー、要するに健康で文化的な最低限度の生活というのはこういう風な性質を持つ、だから非常に立法裁量が広いというところを導く半紙だよね。 まあこうやって抽象的、相対的で、さまざ、あ、まな文化の発達の程度、社会経済的、社会的条件、国民生活の状況の中で判断決定されるから、非常に立法裁量が大きいんだっていうね、そういうところを持っていって、それで最終的に審査するにあたって、著しく不合理でない限りは合憲だっていうね、まあ、そういう形の審査を目的手段審査の中でかけていくわけですが、あの財政事情が考慮されるべきではないが、違うね、あの財政事情もものすごく考慮されますからね。 あのやっぱりこの福祉立法ですから、社会福祉の立法ですから、財政事情というものを非常に強く考慮されることになります。で32番、はいえー、憲法26条の規定、これは教育を受ける権利、ね、の背後には、特に自ら学習することができない子どもは、その学習要求を充足するために、まあ、この子どもね、いわゆる子どもの学習権ですね。 えー、教育を事故に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという概念が存在するということで、朝日川学定事件の中で、まあその教育内容決定権の所在の前提として、その教育内容の決定っていうのはこの子どもの学習権というものがあって、それにこうする形で教育内容が決まるんだと、まあいう話として言ってるね。で次に学習指導要領、はい、えー、これは国による学習指導要領というのは法的拘束力あるからね。だから学習指導要領をもうガン無視して なんか指導しているものに対して、例えば、えー、ある意味、処分するということについても、これは適法ですからね。まあ、これも一応、学習指導要領の法的,、えー、法的な拘束力という話で、まあ、一応、これはあれですよね、旭川学定事件の中でも、まあ、国が一定程度の教育内容に対する必要かつ相当な介入はできます、でその中でやっぱり学習指導要領を策定することも、その一環だよね。 で学生指導要領は一貫としてあるから、その学習指導要領自体には法的拘束力を持っている、だからまあ法的拘束力がある以上は、えー、例えばこの学習指導要領を全く、えーまあ、帰りみずっていうのかな、えー、独自で、えー、教育を行う教師に対して、まあ、教育委員会が処分することっていうものについても適法だっていう、まあ、これ、伝習館高校事件かな、伝、えー、習館高校事件の中で、えー、この学習指導要領の法的拘束力というのは肯定してます。はいじゃあ34番 はい、今度は、えー、この最高裁判所の判例の趣旨によれば、えー、労働組合には組合員に対する統制権があると。で、統制権があるんだけれども、はい、公職選挙において組合が統一候補以外の組合員が立候補したことに対して、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。これは組合統制権の限界を超えてダメだってしたもんね、えー、組合統制権の限界を超えてダメだってしたもので、えー、ここから判例として想起してほしいのが、三井美売炭鉱事件、えー。三井美売炭鉱事件の中で、えー、このように。 まあ、組合党政権の限界を超えると、まあ、そもそも組合党政権自体は28条に由来するものとして、一応権利性はあるんですよ。え組合としての党政権では28条に由来するけれども、とは言っても、えー、この、えー、組合員の,、ね、あの政治活動とか、と、まあ、りわけこういうなってくると、立候補の自由ですよね、えー。組合員の立候補の自由みたいなものを不当に侵害するが、ごときはやっぱり限界を超えてだめだって,ってた、ね、35番、はいえー、労働基本権について、えー、公務員にも保障が及ぶ としその制約の合計性を判断する上で、職務の公共性は考慮されるべきではない、はい、これも間違いあの、公務員の労働基本権についても、これも一応口頭になりますけれども、全、えー、農林軽職法事件判決だよね。全、えー、農林軽職法事件判決が早期できる。で、その時に全農林が言ってるものっていうのは、まあ、基本的には公務員にも労働基本権はあるんだよね。だけれども、地位の特殊性と職務の公共性を鑑みると、やっぱりそれは通常の あれでしょ一般国民とは異なる制約はならざるを得ないわけですよ。でそうするとこの、まあ、全農林軽食事件ざっくり言ってしまうとその公務員の労働基本権の制約っていうものは基本まず前提として公務員にも労働基本権があることを前提にただとはいっても公務員としての地位の特殊性や職務の中立性、えー、そういったものが求められる以上は 適切な代償措置があることを前提にね。この人事院勧告のような、えー、適切な代替措置、適切な代償措置があるということをまあ、前提に必要。かつ相当なまあ、必要。やむを得ない。制約ならできるとまあ、だから、ね、もう必要。最小限度の制約みたいな感じになっているけれども、少なくとも、えー、その、えー、地位の特殊性や職務の公共性に鑑みてまあ、適切な代償措置というのが取られているということを踏まえつつ、その必要やむを得ない。制約として、一律の葬儀権の禁止を合憲としたわけで、ね。 すべての職種とかそういった役職とかそういうの問わず、もう一律にこの公務員に対しての、えー、と葬儀権を制約すること、制限する、禁止することだだからね、えー、もうストライキをはじめとする葬儀権は公務員は一律に禁止するってことも、それはやっぱり適切な代償措置もあるしね、もう必要やむを得ない制約として OK と、まあ、いうことですね。えー、というふうにしているところです。はい、じゃあ次の36番。 えとこのかつて、た、えと、ー、え立法内容が、えー、憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国売法上違法の評価を受けるものではないとしていたが、はい、このしかしから先が違います、えー、最高裁判所については、ま、これはまあ罰になってきますが、えー、とその後、判例変更し、えー、国会で議決された、えー、法律が違憲であれば国売法上も違法の評価を受けることになるという立場は取っていません、えー。あくまででもいいですかね 違憲の法令ができましたってことと、それが国家賠償の対象になるというのは全く別な次元の話で、あの国家賠償の対象になるということは、損害賠償請求で金をよこせっていうふうに言えるわけでしょ、国に対して。その話は全然違うからね、そのこの法令が違憲だとかね、えー、その法令が違憲だっていうことと、国家賠償の対象になるというのは全然違う話で,で、ちなみにハードルはやっぱり高いです。これはまあ行政法でも出てくると思いますけれども、えー、と在外法人の選挙権違憲判決ですね。 えー、在外法人選挙権違憲判決の中でも、やっぱりその認めてはいるんですよね、その在外法人の選挙権違憲判決の中で、一応、国家賠償は認めたけれども、非常にハードル高いですからね、いいですかね、まあ、そこはちょっと確認をしておいていただければと思います。はい、じゃあ37番、えー、今度はは選選挙挙に関して、えー、小選挙区制の下では2 政党界の傾向が生じ、そのいずれかの政党が議会の過半数を占め、政権が安定する可能性が高くなる、まあ、そうだよね、小選挙区というのは、一都選挙区から一人しか当選しませんから、まあ、特定の政党に風が吹けば、えー、もういろんな選挙区でバーっとまあドミノのように勝っていきますから、えー、まあそういう形で小選挙区というのは、二大政党になりやすくて、えー、かつまあ一定の政党に風が吹けば、まあ、政権安定する可能性が高くなる、えー、他方で指標が多くなるよということで、まあ、これはまあその通りだよね、一、えー、人しか当選しませんから。 えー、1人ししか当選しないいいので指標が多いという特性があります、はい、じゃあ、それでは次の38番、はいえー。憲法は両議員の議員の選挙につって投票することを、一定の年齢に達した、えー、国民固有の権利として保障しています。いいかなで、自ら選挙の構成を害する行為をした者等の選挙権について、一定の制限をすることは別として、まあ、これはいいですよね、この要するに選挙犯罪みたいなものはまあ例外ですけれども、あの次のここですね、選挙権行使のためは判例はもうやむを得ない自由を求めてます。 えーということで、まあ、結論としてはま、まるでいいんじゃないですかねあのやっぱりね、あの選挙権、非選挙権に関しては、あの立法裁量はあるんですよね、確かに。えー、とた一般的には憲法44条で、国会に立法裁量を与えてるんですよ。その選挙権とか非選挙権に関してかな、えー、選挙権、非選挙権に関しては、まあ、憲法44条で、えー、一応法律でこれを定めるってしてるから、えー、立法裁量はあるんだけど、ただ、選挙権ってめちゃくちゃ重要なので。 あのまあ国民主権の本質みたいなところですから、ですから立法裁量はあるんだけれども、必要やむをえない制約以外は全部裁量の逸脱内容になるからね、必要やむをえない制約のみ許されるわけで、その必要最小限度っていう,まあいうイメージですかね、必要やむをえない制約しか許されず、結果、必要やむを得ないもの以外は全部立法裁量の逸脱内容で違憲になるんですよ。なので、実質的な厳格審査になるんです、選挙権関係はね。 あの元々44条には立法裁量があることは、まだ明文上あるからね、まあ、あるけれども,もうその、その裁量の幅っていうのがものすごい狭いんで、もう必要やむを得ないもの以外は全部違憲になると、まあ、裁量権の一冊乱用になるということで、実質の厳、えー、格審査になっているというところは見てください。じゃあ39番です。はいえー、と一応39はもうこれ結論からするとですね、政党でも罰になるんですけれども、さっとやっておきましょう。えーとね 憲法は議会制民主主義を支える不可欠の要素として、政党の存在を当然に予定している、これはま,あまるです。でそして、営利法人たる株式会社、特定職業に従事するものについての強制加入団体も、はい、政党などの政治団体に対して、この政治資金の寄付を行う権利能力を有する、なんか斜めを見しちゃうと、これ引っかかるからね、あの入っちゃいけないのが入ってるでしょ、特定職業に従事するものについての強制加入団体、これ、税理士会とかが入っちゃってます。 あ,のあくまでもこれ、八幡製鉄事件の半紙を、まあ、想定できるよね。だから、実務例は八幡製鉄事件だったら、いわゆる市企業が、営利法人である株式会社が政党について政治献金することは、それ、権利能力あるよとはしてるわけだけど、ただ、この半紙に、このなんか税理士会みたいなのが混ざっちゃってますから、税理士会はある権利能力ないとされて判明だかたん、ね、で、40番、はいえー、さっきやったやつかな、えーと、労働組合についてですが、労働組合については、 政党に寄付することのこれ、これ、労働組合ね、労働組合は政党に寄付する資金の費用負担を組合に強制することは許されない、えー、その通りということになります。あの労働組合についても、やっぱりね、その政治献金とか、もしくは政党に寄付と、えー、政治献金や政党に寄付についてだめ、一応、判例として想起してほしかったのが、えー、国労広島地元事件かな、えー、国労広島地元事件あたりのところがまあ問題になるかなというところです。はい、じゃあ41番、えー、こかかからなんかあれですかね あの統治っぽいのが、えー、出てきちゃいますがあ、唯一の立法機関について、えー、これ、論理的に考えましょう、内閣の法案提出権を肯定する見解に立った場合は、えー、これはいいかな、法案の提出は立法に不可欠な要素であるが、立法そのものではなく、えー、その準備行為にあたるから国会が独占しなければならないと解することになる、まあ、一応、それが一つの考え方としてありえますよね、その内閣の法案提出権があるという見解。 あごめん内閣の法案提出権と認める見解からすると、41条ではもう唯一の立法機関ってなるので、いいですねえー、特にこれ、国会単独立法の方が問題になるよね、えー。要するに立法に国会以外が入り込んできちゃうってことになるから、えー、内,内閣がこれ法、法律案を提出するってことになると、えーまあ、要するに立法過程の中に国会以外のものが入り込んできちゃうってことになるから、国会単独立法の原則の問題になるわけだよね。で、一つの考え方としては、ここに書いてあるように、 あの要するに法案提出というものを立法過程の中に含めないとすれば別に違憲の問題にならないわけでしょ。いいよね、あくまでもこの法案提出っていうものは、立法には不可欠だけど、立法そのものじゃなくて準備行為だよというふうに考えれば、内閣が法案を提出したとしても、立法行為にそのものに干渉したものではないということになるから、まあ、許容されるという見解を作れるので、一応これはまあ丸になります。ただ論文対策だと、これ、正直この足は、まあ、ちょっと補足すると、 まあこう考えるか、または、やっぱり法案提出は立法なんだと、法案提出は立法なんだけれども、まあ、議員内閣制ゆえに許容されるという見解もあるからね。あのこれはまあ、当時の,の論文だと、この法案提出権が内閣があるっていうことを、これが違憲だっていう主張はまずないと思うんだよね。もう内閣が法案提出がんがんしてるから。そうすると、この憲法41条に抵触するんじゃないかって言ったら、2つのルートがあるわけよ。そもそも法案提出は立法じゃないと。 法案提出は立法じゃないとする見解がこれ、でもう一つは法案提出はやっぱり立法だと、えー、法案提出審議議決っていうのが立法なんだから、えー、法案提出も立法だとした上で、ただ立法なんだけれども、やっぱり議員内閣制の下で、国会のコントロールが内閣を及ぶわけだから、だからその内閣が法案提出したとしても、その仮にね、えー、仮に法案提出が立法の中に含まれると解した。 としても、ね、内閣の法案提出は議員内閣制によって国会のコントロールは及んでいるから例外的に許容されるんだとするか、まあ、いずれかでしょ、はい、じゃあ42番、ちょっとなんかフォントがでかくなっちゃいますが、特になんかただでかくなっているだけなので、えー、重要性が高いとかではないのでじゃあ42番いきましょう、はいえー、判例はインターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について法律の委任の範囲を逸脱した違法なものとしたということですね、えー、これは委任ののの範囲の逸脱を認めたものですよね。 えーまあ、インターネット販売については、いわゆる法律が全くそのインターネット販売を規制すべきだってことは、法律から全く読み取れなかったわけですよね。その違約金の販売について、まあ、この問題となった事件、それでね、違約金の販売については、そのインターネット販売をすべきではないとか、もしくは対面で販売すべきだといった、その販売方法に対して、法律は全くその趣旨が読み取れないと、かつ立法過程の中でも全くその議論はなかったっていうところですね。立法程の中でも全くそのような議論がなかった そういう中で、その委任されたあ、ごめんなさい、そういうふうな中で、薬事法施行規則が勝手にインターネット販売を禁止するってことなしたと、まあ、いうことにすると、いわゆる法律が全く、まあ、趣旨として読み取れないことを規則で、えー、規制しちゃったってことになるから、委任の範囲を逸脱するものとして、無効としたものだよね。<laughs> はい、じゃあ43番、はい、衆議院が解散されると、えー、参議院は同時に閉会となり、えー、国会は、えー、機能を停止するのが原則であるが、 あでちなみにこれはいいですね。その例外が、えー、参議院の緊急集会。えー、ただし、えー、そこで得られなかった、あそこで取られた措置は、えー、国会閉会など10日以内に衆議院の同意が得られない場合には、効力を失う、はいえー。全部合ってるんですが、えー、一か所だけ、遡ってではないですね。えー、これさ、多分遡さって効力を失うと、とんでもないことになりそうだっていうところを、なんかイメージ分けばいよね。一応、緊急集会として措置取ってますから、その緊急集会として一旦措置を取ってるので、それをまあ、 あの参議院の措置を衆議院が同意しなかったという場合に、まあ効力を失うってことについては一応五十四条三項であります。一応これちゃんとやっておくと、あの条文としては五十四条二項とえ五十四条三項に全部書いてあります。この遡っての部分以外は全部合ってます。あの遡ってっていうのはさすがにこれはあの国政に大混乱をもたらすので、これはあの条文上はあの効力を失うっていうのは将来法だとされています。遡ってっていうのはあの書いてない。 <laughs> で次に44番、えー、44番も国政調査権について、まずこれ、補助的権能説に立ってますね、えー、議員が保持する諸権能を実効的に行使するために認められた権能であると関する見解、つまり国政調査権の法的性質を補助的権能と捉える見解ということになりますが、でということは少なくとも司法権の独立外することはできませんので、えー、この特定事件について裁判所の下した判決内容の公表を調査することは、えー、認められませんよね。まあ、司法権の独立外しますから で次に45番。国務大臣については、内閣総理大臣が必ず、えー、国会議員の中から指名,す、えー、指名されなければならないのとは異なり、えー、国会議員以外のものを任命することはできる。まあ、そうだね。国務大臣は別に国会議員以外でもいいけど、過半数は、えー、衆議院議員から選ばなければならない。まあ、よくあるやつて国会議員だからね。えー、過半数は、えー、衆議院議員ではなくて国会議員だからです。68条1個ね。 まあ、よくある引っ掛け問題っていうところですかね。えー、68条1項の問題で。あと5問で担当パート終わり。ちょっと長,長いですけど、一足一足が文章長いんでね、えー、ちょっと一気に行きましょう。はい、46番、はいえー。行政権は内閣に属するというもの。で一般的に言うこと内閣に属すら公著説っていうのが通説だよね。あの要するに行政権とはすべての国家作用から、立法作用と司法作用の残りの作用であると解すると。 これがまあ一般的な公助説と呼ばれるもの。そうすると、この公助説に立ったときに、立法作用と司法作用以外のすべての行政作用、国家作用について、内閣自ら行うことが必要となるとありますが、一応内閣以外、内閣が自ら行うことが必要っていうのがまあ違うかな。えー、どうしてかというと、例として独立行政委員会とか普通にありますからね。えー、独立行政委員会なんかがまあちょっとある程度頭の中でパッと浮かればいいかなと。 まあ要は内閣がコントロールを呼んでいればいいんですよ。内閣自ら行使しなくても、内閣のコントロールが及んでいればいいので、えー、そうすると、例としては、独立行政委員会なんていうのは、内閣からそのものじゃないでしょ。内閣のコントロールが及んでれば OK なんですよ。 えーま、内閣のコントロールが及んでいればまあいいだろうと、まあ、いう形になるからで,では、えー、それでは47番、えー、と政党の処分が、えー、党員の一般市民としての権利利益の侵害となりうる場合において、はい、ということで、これはあれですかね、もう判例としてはちょっと早期言ってほしかったのが、えー、共産党袴田事件ですよね、えーま、共産党を除名されて、建物、共産党から建物の明け渡し請求を受けたと、そうすると訴訟物は所有権に基づく建物明け渡しの請求なんですよね。 所有権に基づく物件的返還請求権としての建物明け渡し請求だったんで、そうすると、この、もともとのこの訴訟物自体が、さっき言ったとおり、あの共産党からの建物明け渡し請求という、まあ、一般市民としての権利利益に当たるものであるんだけれども、ただ、その処分が前提になっていると、えー、除名処分の逃避が問題になってくる、その時の司法審査は、まあ、ここですよね、あの徹底手続きに限定されるんだよね。 えー、なので、この処分の党費の司法審査は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するような特段の事情がない限り、適正手続きに限定されるんだということで、これはいいでしょうね、共産党袴田事件の中で、まあ、例えば、もともとの訴訟物がその建物なんか、私、所有権に基づく物件的返還請求みたいなね、えー、訴訟物自体が通常の一般市,市民としての権利利益に関するものでも、その前提となる判断が除名の逃避みたいになっちゃうときには、 その除名の逃避の判断にわたっては、あくまでも適正手続きに則っ,ってなされたかどうかってこれが審査に限定される。まあいうところですね。それがしっかり書かれてる足ということになります。まあ、ここはちゃんと押さえておきます。いわゆる部分社会の合理に関する判例の一つだよね。では48番、えー。砂川事件判決。まあこれは、あれですかね。その、条約に対する意見審査で統治行為論。 を採用したもんですね、えー、統治行為論を採用したもので、まあい、いわゆる一見極めて明白に意見無効である場合を除いては、司法審査対象にならないってやつね、いわゆる砂川事件判決の中では、その条約についてはもう一見極めて明白に意見無効である場合を除いては、やっぱり高度に政治的な事項だから、まあ、統治行為論を採用して、えー、一応司法審査はしないと、まあ、いわゆる法律上の訴訟には当たるんだけどね、えー、高度に政治的な分野については、法律上の訴訟には当たるけれども、裁判所は司法審査しませんと。 した統治行為論ですが、えー、一見あってそうなんですが、これね、憲法に対する優位性を認めが違うからね。あくまでも憲法優位説が前提です。あくまでも憲法と条約については憲法優位説を前提に意見審査は可能なんだよね、論理的には。えー、論理的には意見審査は可能なんだけれども、その高度に政治的に優位に審査しないって話です。で49番。 えと一応これも、まあ、一応、丸にしといていいかなというです、これはあれですね、あの旭川市の健康保、えーごめんね、国民健康保険料の話です、えー、旭川市のけん国民健康保険料の判例で、えー、一応、このように、えー、最高裁の判例によれば特定のあごめん、ね、個人の特別給付に対する反対給付として、特定個人に対して課する国民健康保険料のような金銭給付は、租税そのものではないけれども、84条の趣旨に照らして判断されるんだよね、その明確性についてはね。 とということで、まあ、こでれは丸になりますで最後50番、えー、地方公共団体は地方自治の本旨に従い、えー、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有し、えー、その遂行のためには財源を自ら調達する権能を有することが必要だから、えー、地方自治の不可欠の要素として、課税権の主体となることが憲法上予定されているということで、まあ、丸ということになりますかね。えーまあ、全体的にこの 担当パートはちょっとここまでになりますけれども、あの本当に重要判例並べました、なので、あの出てきた判例、別に判例の名称を覚えなさいっていう趣旨ではないんだけれども、まあ、なんとなくこのパッと見たときに、この判例、この判例っていうのが、さっと出てくるかっていうところをちょっと意識して問題を選んでますので。 えー、復習する際には、ちょっと該当判例でもし間違えちゃったものとか、まあ、ちょっと曖昧なところは該当判例確認しておけばいいかなと思います。では、それではですね、えー、ここからちょっと簡単になりますかね、えー、ちょっとまあ、10分、15分ぐらいでってことになりますが、一応、記述式に関してです、でポイントになる点、ちゃんとか、まあ、けたかどうかってところは、ちょっと見ておいていただければと思います。えー、っとでちなみにこれ、どうしても、判例通説で判例があるものっていうのが一応ね、 あるんだけどどうしても判例がないものみたいのもあるので、そこら辺のところは、まあ、例えばご自身であの例えば取っている学説みたいなのが、例えば、ね、思想良心の意義については一般的に新常説取るけれども、まあ、自分は違うというケースであれば、そこのところをちゃんとインプットで見ておけばいいかなというところになります、まあ。一般的には判例がないものについては、圧倒的通説になるものを一応書いてますので、えー、一応そこのところは、ちょっとね、見解とかは場合によってちょっと変わってくる可能性もあるので、じゃあちょっとあの回答の方からばッと見ていきましょう。 一応絶対押さえてほしいポイントというところだけあのやっておきます。まず1番目ね、思想信条とは何か。えー、思想信条とは何かですが、ポイントとしては一体的であること、えー、それから、えー、信仰に準ずる世界観ですかね、えー、キーワードとしてあればいいかなというところは入れておくと、思想良心は一体なものであって、えー、信仰に準ずる世界観に属するものなんだということが示せればいいです。そして、えー、2ですが、政教分離原則とは何かということであ、政教分離の目的効果基準。 えと基本的に必ず書かなきゃいけなかったところは、ここかな、宗教との関わり合いをもたらす行為の目的、効果に鑑み、その関わり合いが我が国の社会的文化的諸条件に照らし、信教の自由の確保の目的、確保という制度の根本的目的との関係で相当される限度を超える場合にアウトっていうね、あの一応、目的効果基準っていうのは一応、最上位規範これですから、目的効果に鑑み、関わり合いが我が国の社会的文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えたらアウトってことが言えばいい。 でさらにその会期批判として、目的効果の部分に会期批判があるんだよね。この目的効果に鑑みっていうところについて、会期批判があって、えー、この当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助助長促進、圧迫、干渉になるようなものを指すんだと、まあ、いうあたりです。で、さらにそ,そこにもう一個考慮要素っていう批判、会判が生まれるんだよね。じゃあ、その目的効果を検討するにあたっては、結局諸般の事情を考慮して、えー、社会通念を寺がつ,つして、えー、客観的に判断しなきゃいけないという。 まあいう感じですよねで正直、これあの、問題聞くにあたっても、どこまで書けばいいかって、結構これはあの皆さんの判断に委ねられるところなので、一応、最長域違反を書いてほしいっていう趣旨、一応これは目的・効果に鑑み、えー、我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当される限度を超えたらアウトっていうのをまあ絶対書いてほしいとで、ただ今回、目的・効果基準、ちょっと具体的に書くんだったら、その目的・効果とは何かっていう書きやね。 目的とは宗教的義を持つもの、えー、効果というのは特定の宗教に対する援助助長促進圧迫干渉の効果を持つもの、ででそこまでがまずあれで、でさらにその目的・効果を判断するにあたっては、この下に書かれているようなもう諸般の事情をコールし、社会通念に従って客観的に判断するという、まあ、こういう枠組みを取っているということがま言えるかとすね。ます、あ。特に政教分離がまあ論文とかで出るとね、ねまあまあここを書かないとまずいよって話になっちゃいますからね。あの特にあの えっと目的効果基準をと取るような判例だったらね、えー、ということになります。じゃ次に学生の自治権にも及ぶかですが、これは東大ポポレでやった通り、あの学生の自,自治権に大学の自治の保障が及ぶかについては、やっぱりこのあのごめんなさい。あの目的が例えば学問的な研究結果発表のためのものであったら別なんだよね判例の趣旨からすると。 学生の集会が真に学問的な研究発表のためであればともかくね、そうじゃない自治社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には大学の自治は及ばないよと、学生,のねえー、その学生の自治権については及ばないよということになると思います。 えーまあ、一応、だから及ぶか及ばないかで、まあ、丸かバツかっていうよりはあの、要は学問研究や結果発表のようなものならば及ぶ余地はあるけれども、えー、実社会の政治社会的活動に当たる場合には及ばないよっていうノリがちゃんと締めてればいいかなというとこですで。4番ですが、これ、内容中立規制とは何か、もうこれ、時所方法の規制です。で、次に、明確性の原則が文面審査で問題になるのは、意識的効果を生じるからね、えー、明確性を変えた規制の場合には、意識的効果を生じるからダメなんだということになります。 で、そうすると、明確性の原則に反するか否かの判断方法は、これはもう確実に言えてください。徳島市公安条例事件で示されたやつ。通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしる基準が読み取れるかどうかです。ですここはもうしっかりと、えー、明確性の原則に反しないかどうかの判断枠になります。そして次も重要で、ね、もうこの辺は、 裁判所による人格権に基づく事前差し止め、まあ、これは原則は事前抑制の原則的にして無理なんだけど、例外的に判例が認めたのはこれだよね。証言内容が真実でなく、またはそれがもっぱら攻撃を図る目的でないことが明らかであって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る恐れがあるときです。いいですねえー、これもまあ北方ジャーナル事件、まあ、規範としてバシッと言えてほしいものになるので、えー、まあ、 このかつの前が一つの要件ね。えー、表現内容が真実でない、または、それが公益をはく、ごめんなさいえー、表現内容が真実でなく、または、それがもっぱら公益を図る目的ものでないことが明らかな場合であって、でかつ被害者が重大にして一時的ス損害、困難な損害を被る恐れがある場合ということで、ね、まあ、ここはしっかりやっていきましょうで。次に合憲限定解釈もここに書いてあるようにね。 文言上は明確性を書いているように読めるんだけれども、法の趣旨、目的を踏まえて限定解釈することで、文面上無効を回避する方法が合憲限定解釈ということです。で検閲、これもまあ言えてねってやつね、まあ、これもまあまあ一応、線は引いておきますけれども、まあ、一語一句というレベルまで欲しいかなっていうのが一応あれかな、あの一応行政権が主体となること、思想内容の表現物に対して、一部発表禁止目的かな、全部または一部の発表禁止目的で、 えーまあ、対象とされる一定の表現物を網羅的、一般的に発表前に内容を審査して、不適当と認めるものを発表禁止すること、えー、それをまあいわゆる検閲と呼ぶわけですね。まあ、一応、分けるとこんな感じ、行政権が主体であること、思想内容の表現物が対象となっていて、そしてまあ全部または一部の発表禁止目的になっていると。発表禁止目的である、あとはこれ、続き、こう、こんな感じね。 えー、その網羅的、一般的に発表前に審査して、えー、ダメなものはダメだってやるやつ。ということですね。だから、一応内容としてはこう分けられるかな。まあ、大きく言けると、1、2、3、4つのパーツに分けられるかな。まあ、これ、分け方いろいろありますんで。分け方いろいろあるけど、少なくとも行政権が主体であること、思想内容等の表現物が対象で、発表禁止目的になっていて、網羅的、一般的に発表前に審査して、ダメなものの発表させないこと。っていうね、えー、このあたりのところ、ちゃんと言えてればいいでしょう。 でこれをしてはならないは絶対的に止です、えー。これをしてはならないはも例外なき絶対的に止です。集会と結社の違いが9番でした。集、え、会、ー、というのは一時的な集合で、えー、結社というのは、えー、継続的に集まって構成するということになります。まあ、いずれもあの同じ目的を持っていることは必要です。集、え、会、ー、も結社も共通しているのは、 共通の目的を持っていることが必要になるんだけれども、えー、その共通共同の目的を持っていることが必要なんだけれども、それで一時的に集合するのが集会、えー、継続的に集まって構成されているのが結社ということになります。で次にパブリックフォーラム論、えー、これは例えばパブリックフォーラムにあたるものについては、できる限り配慮すべきだと。つまり このパブリックフォーラムにおける表現活動というのは権利性高いよという理論だということですね。通常の表現活動と比べると、やっぱりパブリックフォーラムにおける表現活動というものはその性質上、まあ、歴史的背景もありますけどね、できる限り配慮すべきだという、まあ、より強い権利性を与えるべきだという考え方がパブリックフォーラムでした。で次に11番ですけれども、これ一応書いてありますけど、あの森林法の判決の、あ森林法の 基準ちゃんと言えるかかどうかを見てます、えー、経済的自由権に対する規制立法があって、立法裁量が広い場合の審査基準というのは、まあ、一般的には目的がぶっ飛んでないければ OK、で手段についても、必要性、合理性に欠けていることが明らかであって、そのため、合理的裁量、立法府の裁量の逸脱乱用がある場合に違憲と判断されるという、まあ、大体ざっくりこれが言えてればいいんじゃない。 えー、言ってみ要するに規制目的が公共の福祉に反してなければ OK、手段は目的との関係で、必要性、合理性をかけていることが明らかじゃなければ OK という、めちゃくちゃ緩い基準を取るんだってことだね。はい、じゃあ次に12番、はい、条例による財産権制限許されるか、一応これ、出題の趣旨は、えー、憲法29条2項はあの法律というふうに定められているんでね、その財産権の制約に対しては29条2項は法律留保事項になっています。えー、確か29条だと <laughs> 2項だね、29条2項は、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めるってなってるから、そもそも法律留保事項として条例で財産権制約ができるのかということが一応、問題になるわけですよ。で、一応12番、そこ聞いたんだけれども、一応、基本条例による財産権制約は OK だよってことですね。 まあ一応結論は書いてある通りですので、まあ、ちょっとまあ読んでおいてねというところだと思います。では次に13番、損失保障の特別な犠牲。これは多分、皆さんがあの学習するときに説によっていろいろ。 形式的基準説、自主的基準説、まあ両方、両方合わせて考慮する説ってあるので、まあ、あの自身が取っている見解に即してもらえればいいかなと思いますが、一般的に判例が取ってるとされるのが自主的基準説なので、一応、自主的基準説はどんなものだったかというと、まあ、所有権の剥奪に準ずるようなものは、まあ、原則保障がいると、これ、1だよね。えー、財産権の剥奪や財産権の本来の公用を妨げるような、まあ、収容に準ずるようなものね、没、え、収、ー、とか収容に準ずるような。 まあ大体あの土地の収容なんかがこれに当たりますかね、えー、土地の収容なんかがこれに当たりますけれども、そのいわゆる収容または収容に準じるようなものについては、まあ、特別の事情がない限りは保証が必要で、それに対して、そこまで至ってないもの、その所有権の剥奪とか収容とか、そういったのに至らないものはその社会系、社会的共同生活の調和を保っていくために必要なものについては、内在的制約として、えー、これは保証はいらない。でそれれがあれでしょ ため池等事件の中でも出てきたやつね、えー、それ池の近くで農作物を植えられないというのはそれは災害防止という、ね、社会的共同生活の調和のために必要なものだからだからそれはいわゆる受任すべきということだよね、えー。受任すべきとして保障はいらないで。そういうものとは無関係なものは保障がいるよというのが、まあ、一般的にこの、えー、自主的基準説と呼ばれるものになります。で次に、えー、と14番行政手続きに31の保障が及ぶか、まあ、これは成田新法事件聞いてましたあの原則としては及ぶんですよ。 行政手続きでも31条の補償は原則として及ぶんだけれども、まあ、一定の例外は認められるべきで、理由としても、やっぱり行政手続きって,ってもやっぱり31条の補償は及ぶんだけど、ただ行政って,ってもやっぱりそこは迅速性とかが求められるからね、えー、行政手続きについては迅速性とか柔軟性とかが求められるから、えー、常に、えー、告知調問の機会を必要とするっていうのは、やっぱりそれは行政の作用を害するので、基本的にはまずは原則を及ぶとした上で、えー、例外は認められるべき、じゃあ例外は何かって言ったら比較行為だよね。 つまり得られる公益と失われる利益を比較考慮した上で消すべきだというのが成田新法事件でした。ですかね。えー、一応、ここはしっかり確認しておいて、復習もしておいてください。で、次にえ15番ですかね。えー、15番は迅速な裁判を受ける被告人の権利が害された場合、これ、高田事件ですかね。えー、即免訴というのが判例です。あの一応、この迅速な刑事裁判を受ける被告人の権利というのは、具体的権利として、直ちに免訴判決ですというのが一応判例ですね。 で次に、生存権の法的性質は、はい、いいですかね、抽象的権利説、ちゃんと言えればいいですね、あの法規反性はあるけれども、裁判規範性がないんです。ね、あの法規反性があるってことは、プログラム規定ではないってことで、ね、す。法規判性はあると。だから、努力目標ではなくてえ、ちゃんと国民の権利ではあると。だけれども、え裁判規範性はないためえ、直接25条で救済を求めることはできず、法律による具体的立法ですね。 えー、具体的立法によってその権利は具体化されるんだっていう抽象的権利説を、えー、書く必要があります。まあ、論文で生存権出たら必ず書く内容ですからね、これね。えー、生存権っていうのがまずそもそも抽象的権利だってことから何がその,その生存権を具体化する立法なのかを特定しなきゃいけないからね。あのまずあのこの手の手 まあ論文で仮に生存権に出た場合には、そもそもこの生存権の法的性質で抽象的権利だって示してで、その生存権を具体化する立法がどれなのかってことを特定して、でその具体化する立法が、その生存権として要求されている水準に達していないってことを論じるわけでしょう、えー。ということになるので、これは必ず書けるようにする必要がある。で次にあの学校の先生の教育の順については、さっき触れた話なので、えー、結論のみ、まあ、23条で保証というのはちゃんと書いてください。 あの保証は23条で保証されるんだけれども、えー、完全な教授の自由は認められないという考え方ね。そして18番、これは一問一答みたいな感じであの聞いただけです、郵便法法令系判決の中で違憲とされたものは何か、まず書き留め郵便については、故意または重過失によって損害が生じた場合の面積です。えー、書き留め郵便物については、故、え、意、ー、または重過失によって損害が生じた場合の面積規定で、特別送達については経過失も入ります。 特別送達については、故意または重過室の面積だけではなくて、経過室のものも含めてすべての不法行為ですね、特別送達郵便物については全てのの、すべての特別送達に関する不法行為に対しては、免責するってきては違憲だというところですかね。はい、19番、選挙権の二元説とは何か、公務という側面と個人の権利という2つの側面が併存しているんだ。 っていう考え方ですよね、えー、選挙権というのは、えー、選挙人団の一員として集団として行われる公務としての側面と、あとはその事故の,その国政に関与するという、えー、個人の固有の権利という側面を持つ考え方。でこのもちろん、この権利性はめちゃくちゃ強いんですよ。えー、選挙権の権利性はめちゃくちゃ強くて、でこの二元説で一応あの、なんでこれ問題になるかというと、の選挙権とか非選挙権に対する制約を 一応認める根拠として、この公務としての側面があることっていうのを挙げるんですよね、まあ、一般的には。つまり、その固有の人権としての権利性はも,も,もちろんものすごく強いわけですよ。だけれども、この選挙権っていうのは、その公務の側面と個人の権利の側面っていうのは両方とも併用しているから、公務としての側面に着目した制約っていうのは、必要最小限度のものは許されるっていう考え方なんですよ。その公務としての側面っていうのがある以上、そこに着目した制約は、必要最小限度のやむを得ないものに限って認めるっていう、まあそんな感じで言われています。 では、あと5問です、やっちゃいましょう。はいえー、と20番、あと6問かな。外国人に政治活動の自由が認められるかについてです、これについては、マクリン事件ですかね。まあ、まず政治活動の自由は保障は及びます。まあ、性質説からすれば、権利の性質上は外国人にも憲法上の保障は及ぶんだけど、ただこ、こっちをちゃんと言えてほしかったかなその。国民の政治意思形成に不当な影響を与えるようなその政治活動はできないよということですね。 まあ、やっぱりあくまでもあのこの国民主権という見地がありますから、えー、政治活動の自由というのは、まあ、もちろんこれ、外国人にも性質上ね、えー、21条で保障されるんだけれども、やっぱりこの国民主権の観点から好ましくないものについては、やっぱり及ばないよという点を押さえておきましょう、はい、そして、えー、間接的要接については、もうこれね、私人間効力については。 憲法の人権規定を直接適用することはできないけれども、司法の一般条項を媒介として、人権規定の価値をし私人化にも及ぼしましょうというのが、えー、これが間接適用設定ね。で、22番、はいえー、公務員に対して一般国民と異なる制限を加えることが認められるのはなぜかと、まあ、いうことですが、ま,あ、まずはあの憲法が公務員関係の存在と自立性を、まあ、そもそも構成要素として認めています。つまり、一般国民とは異なる存在として、憲法が公務員というのは予定していると。 まいうのがまず一つだよね。えー、それからあとは、公務員というのは、やっぱりその国会の法律に従って行う、そして職務の中立性を確保する必要が大きいという二つです。まあ、言ってるよりは地位の特殊性と職務の公共性です。まあ、ざっくり言ってしまうと。あのだからこれあれだよねあの。地位の特殊性と職務の公共性っていう全農林軽症法事件判決が出てきたけど、それを詳しく言ったらこれなんです。書いたらこれこれこれ、これが22番の回答って感じ。 要するに地位の特殊性というのは、やっぱり通常の一般国民とは異なる存在として公務員というのが予定されているということ。それから職務の公共性はここに書いてあるとおり、国会の制定した法律に従った職務が求められることということになるでしょうね。では、えー、23番ですが、これは人格的利益説がまあ通説ですかね。新しい人権については、個人の人格的生存に不可欠な権利に限られるということになります。 でそして24番、はいえー、14条1項公断列挙自由の特別意味説に立った場合に、社会的身分はどうなるかあの。特別意味説に立つと、この14条1項公断列挙自由に当たるか当たらないかで、えー、全然審査密度が変わるんだよね。そのまあ、判例は別になんか特別意味は持たせてないんですね。判例は単なる例示列挙説なんで。えー 単なる例示列挙説なので、判例の立場からすると、その14条1項の高段列挙に当たるか当たらないかっていうのは審査密度に影響しないんだけど、少なくともまあ通説的見解として、この特別意味説に立つと、14条1項高段列挙中に当たる問題の場合には、まあ、審査密度が上がりますから、まあ、重要になってきます。でそうすると、この社会的身分については、言ってみれば、そこに当たるかどうかで審査密度が変わるんで、定義として絞るんですよね。 えー、言ってみれば人種、信条、性別、文知に準ずるもんじゃなきゃいけないからね、レベルとしては。講談列挙自由として、人種、信条、性別、社会的身分、文知って並んでるから、それらに準ずるものの差別であることが必要になるから、そうすると社会的身分の定義っていうのは絞っていて、3つの要素ね、まず人が社会において継続的に占めていること、自分の力では脱却できないこと、ある種の社会的評価を伴うこと、まあ、このあたりがまああの要求されることになりますね。 えー、3つです、えー、継続的に占めている地位であること、それから自分の力では脱却できないこと、えー、社会的評価を伴うことみたいなね、まあ、よくあの出てくるものとしては、まあ、あの昔の判例とかで、えーまあ、問題になったら着室出非嫡出子でね、非嫡出子だったらなんか相続分が、ねえー、半分で、違、ま、憲、あ、判決出ましたけれども、違、え、憲、ーまあ、になって今はその規定ありませんが、 だから例えばその非着室士に対して相続分を法律上少なくするという規定について、例えば特別意味説からはどう説明つけるかというと、特別意味説からすると、着室か非着室かというのは社会的身分なんですよね。えー、継続的に占めている地位で、自分の力では脱却できないし、えー、社会的評価が伴っているから、着室か非着室か社会的身分に当たると、だからまあ厳格審査で臨むんだみたいなね、まあ、そういう形で、えーまあ、意見というのを導いていくことになるんだよね。 でラストは、いいですね、これはね、司法権については、もう法律上の総称と同義、はいえー、具体的な権利、法律関係についての争いで、法令の解釈、適用によって、終極的に解決できるものということになりますので、す、え、べ、ーまあ、てここで今日やった、えー、この簡易技術の方はですね、どっちかというと、もうすらと書けることがやっぱりね、あの必要なもので、まあ、論文のある程度、パーツになってくるところですので。 えーまあ、ちょっと抜けているところがあったら、ですね関連事項も含めてしっかりやっておいていただければと思います。では、それでは、えー、とここで解説の方は以上として、で次回ですね、また、えー、行政法の方が最後、ね、ありますので、えー、行政法の方も同じような形で、まあ、特に行政法も、ね、重要な択、えー、一の問題とか、ある程度網羅的に、ね、ちょっと聞いていきますので、えー、しっかり最後対策を進めていただければと思います。それでは、えー、本日の一斉、えー、テストの方ですかね、えー、今日の憲法の解説は以上といたします。それではお疲れ様でした。